初売り特売2日目の前です。これは冷蔵庫の中いきますね。トプコン R の輸出版です。元箱付き、これも元箱付き、これも綺麗な RE スーパー、 28ミリが付いてますね。これはボディのみ、これも綺麗、これは綺麗です。ちょっとプリズムにシミがありました。このベセラー C はですね、こっちのトプコン R、 これは綺麗です。だいたいプリズムが死んでるのが多いんですけど、こちらコレクターさんが持ってただけあって綺麗なのが多いです。これマガジンですね、マミヤマガジン、これマガジンも付いてます。マガジンも付いてますね。マーズ、マーズの程度、これスパーブ、ホクトレンデルのスパーブ、レンズはスコパーですね。ケースも付いてます。あとスライスイコン、コンタフレックス、あとビト3のウルトロン、昔は高かったんですが、だいぶこれは綺麗です。あとミランダですね、ミランダ、これはウエストレベルのタイプですね。一応動いていたと思います。あと、まあ、ミランダ、これはキエフの10-10ですね。これ珍しいですね、シャッターがくるくる回るタイプ。あとはニコノスなんかもあります。あと下に来て大判、この辺は大判のレンズです。富士のなんかもね、結構高くなってきました。オートキノン、こっちはテスターですね、5500円は。でこっちがフレクトゴンだったかな、スアイスイエナのフレクトゴンですね、とかもあります。こっち来て、まずペンですね、ペン S、 ペン OM とか、これ型釣りですからね、本当珍しいと思います。ペンとかあります。でこちらコニカ、コニシロクがいっぱいあります。シャッター動いてるのが多かったですが、3型はシャッターねばダメだったと思います。これは珍しく動いてました。これですね、下行って、これは珍しいレンズがついてます。広角ですね、 28mmM42 スクリューマウントでした。エキザクタはジャンクですね。これは自衛隊の SB ですね。レンズ 105mm がついていますね。こんな感じ。あと、この辺はレンズ。まあ、新しいのもちょこちょこあります。でこちらがシグネット、あとレチナとかはだいぶ減ったのかな、ちょっとないですね、だいぶね。こちら来て EOS の1ですね、 EOS1 で調子よく動いてます。これもデジカメも動いてましたね。ビートとかもまだ何台かあったんですけど、まだ残ってますね。距離計付きもあります。あとこの辺ミノルタの X700 とかで
ですね。どれも綺麗で動いてます。アルファ9、これグリップのところがなんかバリバリになっちゃって取れてますが、動いてました。この状態でも動いてます。逆にこのアルファ7700はグリップがなぜか綺麗に残ってます。まあ、ほとんどバキバキになってますけどね。あとこの辺は売れちゃってますね、だいぶない状態です。冷蔵庫は以上になります。